これから長崎大学構造工学コース中原研究室について紹介します。まず私たちが行っている研究について説明します。この研究では現在こちらの3つの研究を行っております。名前だけでは難しいと思うので、これからそれぞれの詳細について説明していきます。まず CFT について説明します。 CFT とは日本語でコンクリート充填交換といって、図のように鉄の筒の中にコンクリートを流し込んで作るものです。 CFT は主に建築物の柱として用いられることが多いです。この研究ではこの CFT に旋断力と呼ばれる力を加えて実験を行っています。旋断力とは図のように平行な2つの力で面をずらすように働く力となります。皆さんの身の回りにあるものだとハサミがこの旋断力を利用しています。この研究では CFT に実際の旋断力をかけることで、どのくらいの力まで CFT が耐えることができるのか調べています。右の写真が実際の CFT となっており、上が実験前のもので、下の変形しているものが実験後の破壊した CFT となっています。この写真のものは 15cm×15cm という非常に小さい断面の CFT ですが、そこに約50トンもの非常に大きな力をかけております。このように CFT は小さくても非常に高い強度を発揮するものであり、そこにとても大きな力をかけている大規模な実験であることがわかると思います。最後にこの研究室から卒業された先輩方の就職先について紹介します。実際の現場から建築の設計、さらに公務員まで建築分野において幅広く活躍されております。私たちの研究に興味が湧いた方、建築について学びたい方、将来建築分野の仕事に就きたいという方は、ぜひ長崎大学構造工学コース中原研究室にお越しください。